ルーク・フランシス・バードは、アメリカ合衆国のオスカロライナ州シャーロット出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。2012年の MLB ドラフト一巡目追放で、ミネソタツインズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグツインズで、プロデビュー。アパラジアンリーグのルーキー級、エリザベストンツインズでもプレーし、 二球団合計で7試合に登板して1セーブ、防御率3.86、7奪三振を記録した。2013年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグツインズ、ルーキー級エリザベストン、A 級フォートマイヤーズミラクルでプレーし、三球団合計で12試合に登板して1勝0、敗、防御率3.65、9奪三振を記録した。2014年は故障のため、 全球した。2015年は A 級シーダーラピッツカーネルズでプレイし、28試合に登板して7勝1敗、防御率2.241、47奪三振を記録した。2016年は A 級フォートマイヤーズと AA 級チャタヌーがルックアウトでプレイし、2球団合計で44試合に登板して3勝1敗、2セーブ、防御率3.74。 57奪三振を記録した。2017年は A 級チャタヌーガとトリプル A 級ロチェスターレッドウィングスでプレーし、2球団合計で41試合に登板して4勝3敗、5セー部、防御率2.76、99奪三振を記録した。2017年12月12日にルール5、ドラフトでロサンゼルスエンゼルスから指名され、 移籍した。2018年は開幕25人枠入りし、3月31日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビュー。4月21日に DF となった。エンゼルスでは8試合に登板して防御率5.40、13奪三振を記録した。2018年4月27日、ルール5ドラフトの規約でツインズに戻ることになった。 トリプル A 級ロチェスターへ配属され、32試合に登板して3勝3敗1セーブ、防御率4.66、52奪三振を記録した。オフの11月2日に FA となった。2019年2月18日にエンゼルスとマイナー契約を結び、3月16日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。 この年メジャーでは32試合に登板して3勝3敗、防御率4.78、40奪三振を記録した。フォーシームの回転数はメジャー最高峰である。5歳年上の兄のダニエルバードもプロ野球選手である。また、いとこにも同じくプロ野球選手のジョン・アンドレオリがいる。ありがとうございます。